この動画のシリーズでは、救急撮影で骨折を見逃さないためにということをテーマにお話ししています。様々な骨折を勉強することによって、各部位の骨折の病態について理解を深めること、骨折の典型パターンと分類を整理し、骨折線をイメージできるようになること、そして勉強することによって初めて見つけることができる骨折もありますので、見つけることが難しい骨折を医師に適切に報告すること、そして撮影する保線技師として、骨折線を説得力を持って描出できる追加撮影の能力を身につけることなどを目的にお話ししていきます。それではまず症例から見ていきたいと思います。24歳男性で足首をひねって救急受診した方の症例です。足関節のレントゲンで、頸骨の内下部分に明らかな骨折線が見受けられます。この骨折線はレントゲンで明らかですので、この部分をネジで打ち込んで終了と一見思ってしまう症例ですけれども、よくよく病歴を聴取してみると、この方は腓骨の筋部にも圧痛があるということでした。そこで、腓骨の筋部の部分を含んで、レントゲンをさらに追加撮影してみると、こちらの腓骨の筋部の圧痛の部分に一致して、こちらの部分にも骨折線が見受けられました。頸骨の内科だけではなく、腓骨の筋部にも骨折があるということで、こちらの方はメズヌーブ骨折の症例でした。この動画ではメゾヌーブ骨折をテーマにお話ししていきます。そもそもメゾヌーブ骨折とは何なのか、メゾヌーブ骨折を疑う場合の撮影法について知ること、そしてメゾヌーブ骨折はややマネージメントが複雑なので、治療方針についてしっかり理解することなどをテーマにお話ししていきます。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話ししていますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もしっかりとご覧いただけたらと思います。それでは続きの動画を見ていきたいと思います。メゾヌーブ骨折は1840年にフランスの外科医のメゾヌーブさんが報告した骨折となります。遠位経皮靭帯及び下腿骨間膜の損傷に腓骨筋端骨折を伴ったものと定義されます。必ずしもあるわけではありませんが、多くは内下骨折を伴います。足関節をこのような外外視方向、外反方向にひねった際に生じやすいとされています。足関節骨折の 5% 程度に合併するとされ、腓骨筋端骨折に関しては、足関節の通常の X 線写真の場合には範囲外となることが多いため注意が必要です。よって、内下骨折があった場合には内下の圧痛だけではなく、腓骨筋位部の圧痛も必ずチェックします。そのような圧痛がある場合には、下腿全体を追加撮影することが非常に重要です。メゾヌーブ骨折は治療方針が少し特殊であり、適切な診断、治療をしないと変形性足関節症の原因となってしまいます。よって適切なマネジメントが重要な骨折ということになります。メゾヌーブ骨折では、なぜ腓骨の筋位部に骨折が及ぶのか、それについては解剖構造をしっかりと理解することが大切です。メゾヌーブ骨折を理解するために必要な解剖は、頸骨と腓骨を結ぶ遠位経皮靭帯結合があること、そしてこちらの図のように、下腿骨の頸骨と腓骨の間には、下腿骨間膜という薄い膜が存在しているということを理解することが大切です。このような外力が加わった際に、遠位経皮靭帯結合の破綻をきたして、この部分が離解してしまいます。そうすると、この下腿骨間膜にもそのような外力が及び、この部分が破けていきます。ビリビリと破れていき、その衝撃が伝わっていき、この腓骨の上位3分の1に骨折をきたすというのがメゾヌーブ骨折のメカニズムです。このように解剖構造から腓骨筋位部に骨折をきたすという理由について理解することがメゾヌーブ骨折を理解する上で非常に重要になってきます。ここで足関節の安定性に関して非常に重要なシンデスモーシスと呼ばれる話をしていきたいと思います。シンデスモーシスとは聞き慣れない言葉だと思いますが、頸骨と腓骨の間にある結合組織のことを言います。前側にある前頸皮靭帯、後ろ側にある後頸皮靭帯、下腿骨の頸骨と腓骨の間にある水膜である下腿骨間膜の3つで構成されています。これらの結合組織のおかげで、足関節にかかる体重をこのようにバランスよく分散することができ、足関節の安定性に関わっていく非常に重要な機構となります。これらの結合組織が損傷することをシンデスモーシスインジャリーと言い、このような結合組織が損傷することによって、このような体重に対する分散がバランスよく行えなくなることによって、足関節に負担がかかり、変形性足関節症へと移行してしまいます。
続いてメゾヌーブ骨折の治療法について見ていきたいと思います。足関節内科の骨折を伴ったメゾヌーブ骨折の場合には、この内科の部分をこのようにピン止めするという固定法を想像する方も多いと思います。メゾヌーブ骨折に関して治療法がこれだけで良いのかという話なんですが、こちらは根本的な解決にはなっていません。足関節内科の骨折に対してはこれでいいかもしれませんが、肝心なシンデスモーシスの部分、経皮管の靭帯や足関節間膜に関しては、こちらの状態では損傷したまま足関節の不安定性が残っていますので、このままの治療法ですと足関節にかかる体重を適切に分散することができなくなり、将来の足はこのような変形性足関節症になってしまうということが予想されます。そこでメゾヌーブ骨折の治療法としては、この部分を固定するだけではなく、経皮管、頸骨腓骨の間の離断を防ぐため、この部分をスクリューで固定する手術が必要になってきます。このようにメゾヌーブ骨折では適切に治療しないと足関節の不安定性が残り、変形性足関節症の原因となってしまうため、適切なマネジメントが必要となります。頸骨の内科骨折があった際に、硬い骨の間膜の損傷やシンデスモーシスの破綻がないのかどうかに注目することが分かりました。そこで硬い骨間膜の損傷やシンデスモーシスの破綻を判別する方法があるのかどうかについて考えていきたいと思います。まず一つ目の方法は MRI を撮像することです。こちら文献からの引用ですけれども、硬い骨間膜の損傷があった場合には、このような脂肪抑制の T2 強調画像でこの間膜の部分が高信号になります。しかし足関節の内科骨折がある方全員に対してこのような硬い骨の MRI を追加撮像するというのは、時間的にも費用的にもあまり現実的な方法ではありません。そこで簡便に靭帯の損傷やシンデスモーシスの破綻を確認する方法として、レントゲンでの荷重撮影があります。足関節ではグラビティストレステストという撮像があり、例えば車椅子の患者さんの場合にはこのように足を椅子の上に置き、自分の体重が外側にかかるようにすると、そのようにして正面撮影をした場合には、非荷重の場合にはこの部分の間隙というのは通常のように見えますけれども、荷重をかけて撮影した場合この間が開くと、そういった場合この部分の靭帯の損傷を確認することができます。この部分の靭帯が損傷している場合には、当然シンデスモーシスが破綻していますので、足の不安定性をレントゲンで確認することができます。医師からこのような荷重撮影の依頼があった際には、このようにレントゲンで靭帯が傷んでいるのか、シンデスモーシスの破綻があるのかどうかを確認したいという意図がありますので、そのような意図を理解して撮影することが大切になってくると思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回はメゾヌーブ骨折について扱いました。遠位経皮靭帯及び硬い骨間膜の損傷に、腓骨筋端骨折を伴ったものと定義されます。足関節を外外一方向にひねった、もしくはこのような部分に骨折がある内科骨折の際には、こちらの部分ですね、腓骨筋部に圧がないのかチェックし、もし圧があった際には追加撮影を提案することが重要です。追加撮影としては、腓骨筋部の骨折が撮影範囲外にある場合が多いため、硬い骨全体を撮影すること、もしくは経皮管の不安定性を調査するためグラビティストレステストなどの追加撮影が有用でした。メゾヌーブ骨折は適切な治療を行わないと将来の足が変形性足関節症になってしまう、マネージメントが非常に重要な骨折となります。技師の方から追加撮影などのアプローチを積極的に心がけて適切な治療につなげ、その方の将来の変形性足関節症を予防することが重要になってくると思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。